ストリートフェスティバルイン静岡は2000年に始まり毎年11月中下旬に静岡県静岡市で開催されていたイベント音楽とアートを中心に演劇パフォーミングアートダンスなどの出演者を公募し開催する静岡市青い区青葉シンボルロード他で開催される略称ストフェス同時期に開催される大道芸ワールドカップインが国内 海外等で活躍するストリートパフォーマーを招聘するイベントであるのに対し、ストフェスは地域で実際に活動するミュージシャンやアーティストが参加者の中心と捉えられている。イベントの雰囲気がアットホームなことも人気の一因である。また、一円玉の投げ声による人気投票を行っていることもユニークなポイントとして特筆される。キャッチフレーズはストリートで愛。 主催は実行委員会が行い、運営スタッフはすべてボランティアで構成されている。出演者は事前申し込みとなっており、審査を経て決定される。2018年第19回をもって終了。終了の理由については、ネットの普及で発表の場が増え、同様のイベントが増えたことや、当初の目的を果たしたこと、 運営を引き継ぐ人がおらず、無理に続けていく必要がなくなったためとしている。ありがとうございます。